は、ゆりちチャンネルのゆりなです。今日はじゃーん、グレードでアキュークの新作を大量購入したので購入品をご紹介していきたいと思います。よいしょー、イエーイ。グレールの購入品動画、毎回とっても好評で、今回もすっごく可愛いおしゃれな秋服たちを選んできたので、早速紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ではまず一つ目の購入品なんですけど、じゃーん、今着ているこちらのロングシャツワンピースが一つ目の購入品です。購入品を紹介した後にお洋服の全体のねコーデも紹介していこうと思うので、その時にまた全身どんな感じなのか映そうと思うんですけど、私にしてはすっごく珍しいコーデを選んでみました。ビッグシャツで1枚で着てるのってすごい可愛いなっていう風に思ってて、でも私身長がねちょっと高いので、なかなかシャツ1枚で着るっていうのが今まで難しかったんですけど、これはね身長が高い私でも着れちゃう長さで、カレーシャツっぽくって可愛いかなって思って選んでみました。カラーはブルー、ベージュ、オフホワイトとあったんですけど、私はやっぱ秋ということで秋っぽさ満載のベージュを選びました。ベージュをね着ると一気に秋っぽくなるし、イチローくんがよくベージュのお洋服を着ているので、シメラールックもできちゃうかなって思ってこの色を選びました。でこちらのお値段が2299円でした。このお洋服を全身で見ると、全身はこんな感じになっています。袖も結構長めなので自然と萌え袖にもなるし、ダボっと着る感じがすごく可愛くって、シルエットがめちゃめちゃいいよね。男性が好きな服装のポイントが詰まってる、めっちゃでもユイナがベージュってすごい珍しいのに似合ってる、うん、本当に、うん、生地感なんですけど結構ねサラッとしてるような生地感で、今もちょっと寒くなったぐらいの季節にちょうどいいぐらいの薄さかなと思います。でもちょっとシワがつきやすいので、届いてからすぐにハンガーにかけたりとか、一回アイロンをかけてから着るのがいいかなと思います。はい、では2着目の購入品はじゃじゃーん、じゃ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 ーん、こちらのドビーストライプ V ネックワンピースです。このワンピース実は去年ブラックも私購入していて、その時にすごくね着心地もいいしシルエットも可愛いしすごく気に入って、今年は色違いのカーキーを購入しました。ベージュに続いてカーキーも普段私があんまり着ない色味のお洋服なんですけど、今年の秋は挑戦してみたいなと思って選びました。でもカーキーってちょっとカジュアルすぎるというか、かっこいい系の色かなというふうに思ってたんですけど、このワンピースはデザインがねすごくふんわりしていて可愛いので、なおかつ大人っぽいので、これから先長く着れるワンピースだと思います。でこちらのお値段が2599円でした。このワンピースを実際に着てみると、じゃーん、こんな感じです。一気に大人っぽくなったね。うん、これは大人のワンピだよね。このねワンピース本当にね楽で、ウエストの部分もゴムになってるので、ちょっと食べ過ぎても大丈夫だし動きやすいし、でも着るとしっかりとしたワンピースなので、ニーテールとかして大きなアクセサリーつけてても、うん、それもすごく可愛いと思う。いいね、今度やろうかな。あ、いいじゃん続いて3着目の購入品はじゃじゃーん、こちらのボリュームスリーブチェックショートブラウスです。カラーはブラウンとベージュがあって、私はベージュを購入しました。このトップスめちゃめちゃ可愛くないですか。もう今季のグレールの秋のトップスがめちゃめちゃ可愛くって、本当にねプチプラには見えない可愛いデザインのトップスがたくさんあったので迷ったんですけど、その中でもやっぱりこのチェックのトップスが一番可愛いなと思ってこちらを選びました。やっぱ秋といえばこの落ち着いたカラーのチェック柄っていうところありません？あとこのトップスは形もすごく可愛くって、まずショート丈になってるので、これスカート合わせた時とかズボン合わせた時とか足長効果になるし、チェック柄だけど重たくならないので着太りもしないし、あとこれね腕の部分がボリュームスリーブになっていて、それもね着るとすごく可愛いんですよ。しかもこちらのお値段がなんと1999円です。安い。本当にね毎回グレールの安さには毎回毎回驚かされますよね。2000円以内でこんな可愛いトップスがゲットできるなんて。しかも長袖ですよ。冬服ってやっぱりちょっと高いけど、グレールは秋冬服も
ちゃんと安いんですよ。でも安いけど、まあ、さっきも言った通りデザインもしっかりしてるし、生地もすごくしっかりしていて、畳んで送られてきたんですけど、シアもねついてなくって、しっかりした生地なので、これは冬先ぐらいまで着れちゃうトップスだなっていう風に思います。で、このトップスに合わせて購入したのが、じゃじゃーん、じゃんじゃん、こちらのフロントスリット入りフレアスカートです。こちらはカラーがブラック、アイボリー、モカとあって、私はモカを選びました。私ブラウン系のスカートを一着も持っていなくて、さっきのねこのトップスにはブラウンの線が入っているので、このトップスと合わせたらすごくまとまったコーデができるし、いろんなカラーのトップスともね相性がいいなと思ってこのスカートを購入しました。で、こちらのスカートお値段が1799円という激安なんですよ。トップスよりもスカートが安いってことありますか？めちゃめちゃお得ですよね。しかも本当にこのスカートも生地感がめちゃめちゃしっかりしていて、写真を見てた時にちょっと値段もね、値段だし、もうちょっと生地が薄くてテロテロとした感じのスカートなのかなっていうふうに思ってたんですけど、想像以上にしっかりしていて、これ普通に買ったら5000円とかするんじゃないかなって思います。で、これはフロントスレッド入りなので、真ん中の足の部分がちょっと見えるように切り込みが入っていて、それがねちょっと肌見えもするし重たく見せないので、ここもいいなと思ったところです。このスカートをさっきのトップスに合わせて着てみると、じゃーん、こんな感じになりました。1、2枚目とは結構雰囲気も変わって、私の好きなちょっとガーリー系のファッションです。でもこのねトップスはスカートじゃなくってズボンで合わせるとカジュアルにも着れると思うので、合わせ方次第で雰囲気はね変わってくると思います。でも私はベレー帽とチョーカーを合わせて私の理想の秋コーデを組んでみました。これがねちょっと私のお気に入りコーデになりそうです。続いて最後5着目の購入品が、じゃじゃじゃーん、こちらのめちゃめちゃ可愛すぎるシアーパフスリーブリブニットワンピースです。めちゃめちゃ可愛くないですか、このワンピース。カラーがブラック、ブルー、ピンクとあって、私はピンクにしました。もうピンクって言っても真っピンクっていうカラーではなくって、パープルに近いピンクかなと思います。もうほぼパープルかな。でも逆にこのパープルが秋っぽさがあって、私は写真で見るより実物の方が可愛かったなと思いました。やっぱり秋冬のモテコーデといったらニットワンピースだと思うんですけど、このニットワンピースは腕の部分がシースルーになっているので、この季節から着れちゃうニットワンピースです。私二の腕がどうしても痩せられなくって、ピチッとねした半袖を着てしまうと二の腕がすっごく強調されてしまうんですけど、パフスリーブになっていることによって二の腕にボリューム感が出るから二の腕の太さだったりを隠せれるし、着痩せするのですごくおすすめです。で、これ足元の部分だけフリフリがついていて広がってるので、足首も華奢に細く見えると思うので、そこもポイントかなって思います。しかもこのワンピース1799円でめちゃめちゃねお値段も安くて、これもびっくりですよね。で、このワンピースも実際に着てみると、じゃーん、着てみるとこんな感じです。イエーイ、どうですか？すごい、めっちゃ似合ってるユリナ。これ腕のボリュームが結構ね、着てみるとボリューミーなのが分かると思います。二の腕とかも隠せれるしね。そう、隠してる感はないけどちゃんと隠れるので、そこがいいところだよね。うん、あとね、着心地もすごくいいです。素材が伸びるので、窮屈な感じもしないし、ちょっとね、縦のボーダーラインが入ってるので縦ラインのおかげでスタイルもよく見えるし、すごくね、可愛いです。これ可愛すぎて、他にもブラックとかあったけどそれも欲しいなって思っちゃいました。確かにね、他の女性もそうだね。女子会でも良くない？これそうだね、1000円台には見えないよね。やばすぎ。はい、いかがでしたでしょうか。今日はグレールの新作秋冬の購入品をご紹介しました。皆さん的にはどのコーデが一番好きだったのか、ぜひぜひコメント欄で教えてください。また今日紹介したお洋服でお出かけ行ったりとかしたら写真を撮ってインスタに載せようと思うので、ぜひぜひインスタグラムもフォローよろしくお願いします。
またグレールで新作が出たりとか、あとグレール以外にも皆さんからここのお洋服の購入品紹介してほしいっていうショップのリクエストなどがありましたら、購入品動画もやっていこうかなっていうふうに思っているので、ぜひぜひリクエストも待ってます。それでは今日も最後まで動画を見てください。ありがとうございました。それじゃあバイバーイ。